寒そう。すげえひんやりしてますね。これがその洞窟か。冷気が溢れてる。どうしたのビビ。氷の洞窟って知ってる？聞いたことあるけど、ここがそうなのか？多分魔の森に近いところにあるらしいんだ。私も聞いたことがあります。知っているのか姫様。氷に覆われた美しい場所だそうですね。美しいだけならいいんだけどね。おじいちゃんから話を聞いただけなんだけど、霧の下から上まで続いている洞窟なんだって。素晴らしい。おじい様博識ですな。霧を出した暁にはぜひとも感謝の言葉をお伝えせねば。そうだね。おじいちゃんからはいろいろ教えてもらったけど、もう死んじゃったんだ。あ、それは知らなかったとえ失礼いたした。気にしなくてもいいよ。とにかくまあ行ってみるしかないですよね。氷の洞窟。初代 FF とかにもありましたよね、氷の洞窟。めちゃくちゃ怖いドラゴンがいた。結構昔の FF を意識したようなダンジョンがあるんですよね、この FF9。 美しいところなんでしょう。いやいや、姫さんもなかなかの。これほどまでに美しいとは。綺麗な花、なんていう名前なのかしら。好奇心旺盛だね。むやみに触ってはなりませんぞ。どうでもいいけど、寒いんだし早く行こうぜ。肩出してるからね、時短も。そら寒いでしょうよ。まあ、とりあえず宝箱を取りながら奥を目指していきましょうか。よいしょ。敵も出るでしょうからね。風が吹いてる場所がありましたけれども、強そうなモンスターが出てきてしまった。牙長いな。ワイヤード、よいしょ。へい。ビビとガーネットはやっぱり腕っぷしはそこまで強くないからね。ジタンとスタイナーの2人がもうバシバシと切り捨てていかないといけないか。ビビファイヤー覚えてくれましたね。これだったらまあ杖を別のに変えても良さそうですけど、まあまだ他の杖拾ってないからね。これは氷の壁。なんか怪しいな。何かありそうなんだけど。おい、ビビ。え、何？お前の魔法この壁にぶっ放してみてくれよ。うん。ファイヤー。おお。絶対何かあると思ったんだ。この他にもあるかもしれないな。その時はまた頼むぜ。うん。宝箱が隠されていたんですね。エーテル。ビビはやっぱ殴りよりは黒魔法で戦ってもらうのが強いですからね。それで減った MP をエーテルで回復するっていう風にしていきたいですね。ポーションを手に入れた。ここは風が吹いたりね、止まったりしてるわけですけど、風吹いてる間に通り抜けようとすると、さっきのワイヤードに襲われちゃいますからね。戦えばやっぱり経験値とか入りますけど、戦いすぎるのも時間かかっちゃいますので、なるべくまあ触らないようにしたいですね。ここもお宝がある。ポーション、結構回復アイテムは拾えますね。この丸太もファイヤー。おお、大活躍してますね。メイジマッシャーはでも今ジタン装備してなかったっけ。一番最初に爆風から盗みましたもんね。まあ、盗んでない人はここでゲットできるっていう、ある種の救済措置的なやつなのかな。早めに強い武器は拾っとくに越したことはないですもんね。ワイヤード、意外と。風は通り道。ケツが可愛い。邪魔するな。風の通り道ね、風が吹いてる間に進むとこんな感じで
襲われちゃいますので、風が止んでから通るようにしたい。殴るとこう、ケツを振るのをなんかイラッとくるな。プリケツアピールをしてくるんじゃない。 HP 入れ替え、器用な真似を。その後今 HP を入れ替えちゃう技なんでしょうけど、大したダメージには なってなかったですね。瀕死の時に使われたらやばいやつ。気がつけばみんなレベル4になりましたか。外でも結構敵倒せましたもんね。これは怪しい氷の壁。おお、宝箱、エリクサー。おお、これはまた貴重な回復アイテムが。エリクサー病、エリクサー使ってますか皆さん。結構もったいぶって使わない人もねいっぱいいらっしゃいますけど、フェニックスの、ね、回復アイテムいっぱい拾っときたいですね。風が吹いてるうちはまた、プリケツのワイヤードに怒られちゃいますんで、なるべく通らないようにしたい。これはファイヤー、奥に行けるようになったんですね。その先には宝箱、革のリスト。これ森の中で戦ったプラントブレインだったかな、プラントブレインじゃないや、プリゾンゲージだっけ、あいつから本来盗めた防具ですね。これだったらビビがブリザードを覚えられますんで、ちょっとビビに持たせてあげましょうか。ファイヤー以外にもいろんな魔法を使わせてあげたいですからね。ここでまあ回収できたのは良かったですね。今度は、楽しそうに跳ねてるやつがいる。やったやったと、バックアタックされてんじゃん。まずい、背後を取られると火種が増えちゃう。スリプル液、ビビンなんてことすんだよ。錆びたナイフ、地味に痛そうなのやめろ。バックアタックされると、まあ、敵に先手を取られるっていうのはもちろん、前列と後列が逆になっちゃうっていうのもありますからね。普段後列に下げて火ダメージを抑えてるような、まあここで言えばビビとかガーネットがね、物理攻撃で大きいダメージ受けてしまいがちなので、なるべく避けたいですよね、バックアタック。なんでこうこいつは楽しそうに飛び跳ねているんでしょうね。ケーブインプ、とりあえずやっつけました。めんどくさい時はやっぱビビの魔法とかで大きいダメージ与えてしまうのが楽でしょうね。敵倒してるうちに結構カードも集まってきてますけど、カードゲームやり込むのはもうちょっと後かな。強そうなカードも見つけていきたいですね。道が右と左に分かれている。迷ったら左の法則で。ここにはモーグリが氷漬けになっている。これは助けてあげよう。大丈夫？うお、熱いヤンケクポー、関西弁。何さらすんじゃ悪くポー語尾にクポがつくだけですごく言葉の覇気が削がれる。動けるヤンケクポー、大きにクポー。情に熱いモーグリ、教えてモグ太郎。唐突にモグ太郎先生のチュートリアルは始まる。今日もいろいろ教えてほしいクポー。何でも教えてやるぞ。今日またいろいろレクチャーしてやるからな。でもごめん、カードゲームについてとかもね新しく追加されてるみたいですけど、ごめん。本当に物知りだクポー。まあな、尺の都合もあるんでね、モグ太郎の代わりに俺がいろいろ解説していくよ。モイス、アイスとモーグリをかけたのかな。手紙はどうよ。グーモに手紙を届けさらしてほしいヤンケ悪クポー。なんでそんな怒ってんの。いいけど、ありがとうクポー。どういたしまして。お手紙来ないかな。唐突に標準語に戻るのはやめろ。お手紙けえへんかなみたいな。まあいいや、せっかくだしセーブしてこうね。ありがとう。
テントでの回復はしなくても大丈夫じゃないかもな。結構減ってるわ。休む。テントで休むクポ3個あるし、1個使おう。寒そうだけど。このテントに4人入るんですかね。まあ、細かいことは気にしないでおこうか。ありがとうね。元気でね。さて、じゃあ、右の方行きましょうか。結構吹雪いてるみたいですけど。すごい歩き方が。スタイナーがよ。何やってんだ、早くしないと置いていくぞ。うん。スタイナーがもう、すごい震えてるよ。あ、落ちたな。落ち方。大丈夫でありますか。あらあら。鳴らしねえな。おっさん、大丈夫じゃないな。何やってんだよ。一番薄着の時短がピンピンしてますね。寝てる場合じゃねえだろ。おっさん。蹴っても反応がない。ダメか。姫様まで。ガーネットも。ガーネット、こっちもダメか。寝たら死ぬぞ。畜生、俺まで。眠くなってきてしまった。ファイナルファンタジー9巻ではなく鈴の音。なんだ今の音は。こっちか。何かあるな。話しかけても反応がないし、とりあえず奥に行ってみましょうか。下にも降りられそうですけど、音の下方をまずは調べないとね。広いとこに。死んでなかったか。黒のワルツ1号、そのまま眠っていれば苦しまずに済んだものを。吹雪を起こしてるのはお前なんだな。相当な魔力を持っていらっしゃる。そういうことだ。チリンと。時短一人でこの黒のワルツ1号と戦わないといけない。差しの勝負。氷の巨人シリオン、いでよ。ずるいぞ。1対2だなんて。行けシリオン。やべえよやべえよ。とりあえず、ジタン一人で、この2体を何とかして倒さないといけないわけですけど、まずは、黒のワルツ1号から倒しますか。シリオンもなかなかにやばそうですけどね。二人がかりでブリザードとかを使ってくるので、回復のタイミングもちょっと早めにした方がいいかもしれませんね。他に回復手伝ってくれるような味方も今は、向こうでね、気絶しちゃってますので、黒のワルツ1号からもいろいろね、盗めそうなものはあるんですけど、さすがにそんな悠長なことやってると回復する間もなくやられちゃいそうなんで、まずは敵の数減らしに行きたいですね。そろそろ回復するか。もう残り、時短の残り HP が50か40切るぐらいのタイミングでポーション飲まないとやられちゃいそうですね。ポーション。時短の最大 HP が190とかそれぐらいだったかな。なるべくまあなんていうか高めに保っておかないと危なそうなんですけど、いいタイミングでトランスしますね。新しく全体対象のタイダルフレームっていうのも使えるようになってるみたいですけど、シリオンちょっと中途半端に削ると危ないので、1号だけね、まずは。サクッとやっちゃいます。バイバイ。あとは任せた。あっさりとやられた。時短の技結構強いですね。もう一発、こいつに強い技浴びせてやれば、すぐに削ることもできそうなんですけど、間違えて防御をしてしまった。何やってんねん。今のは俺が悪い。シリオンからちょっと何が盗めるか
試してみますか。エーテル、うん、なかなか貴重なものを盗めるのはいいんですけど、まずもう一回回復するか。危ないな。ウィング、一発でまあ30から20ぐらいは持ってかれますんでね。やっぱ残りの HP が50切ったぐらいでもう回復しないと危ないですね。そういえばジタンがね、マイン合手で見破るっていうのをね、使えるようになってるわけなんですけれども、敵単体の持ってるアイテムが分かりますっていうことで、まあどの敵から何が盗めるかっていうのが確認できますので、謎の機械が出てくる。これは何なんでしょうね。 FF4 のサーチャー的なやつ。ミスリルダガー持ってるみたいなんで、これちょっと取っときたいですね。ダガーっていうことでやっぱジタンの武器なので盗めなかった。割といい装備品とかそういうのはやっぱ盗みにくくはなっていますかね。 HP 的にもう一回ぐらいは耐えられるかな。2回連続でブリザード撃たれるとちょっと心配ですけども、ウィング、ウィングが30弱。お、ミスリルダガー、ナイス。前回はね、なかなかジタン盗み成功しませんでしたけど、今回は割と早い回数でゲットできましたね。もう一発食らうと危ないので、もうポーションを飲みましょう。まだまだあるぞ、ね、薬屋のお姉さんからも買い足しましたので。ウィング、繰り返し殴られてるうちにまたね、トランスケージも溜まって強い技ぶっ放すこともできるようになりそうですけど、戦闘が終わるまでにトランスすることはないかな。胸が黄色くなった。青から黄色、信号機かな。ブリザーラを使ってくるようになりましたね。これちょっと危なくないか。56、立て続けに食らうとちょっと怖いですね。ポーションもう一回飲みますか。まだまだ大丈夫。せっかくねミスリルダガー盗めましたんで、ここまで来てやられるわけにはいかん。ギリギリ飲むぞ。追い詰められてやっぱ敵も必死なんですかね。124、ブリザラがまあ60弱ぐらいは食らってましたんで、もうちょっと回復のタイミングも早めないといけないんですけど、津波、さらにヤバそうな技を使ってくる。81、これはもう連続で食らうと危ないやつ。ウィング、危ねえ。ポーション、回復間に合ってよかったですね。一人でいるとやっぱ回復早めにやっていかないと、連続で動かれることもあるみたいですからね。命は大事にしなきゃならん。よいしょ、やったぞ。意外と見かけ倒しなやつでしたね。結構強そうなのに。とりあえず勝ちは勝ち。フェニオンをもらいましたね。結構ギリギリだったね。一人目は倒したようでおじゃるが、他の二人が姫を奪い返すでおじゃる。この喋り方は。まあ、いっか。いいのがよ。あいつら死んでないだろうな。うぶいてる中、放置してますからね。ゾーンとソーンが見守っていた。ちゃんと目覚ましてくれましたね。よかったよかった。あ、ジタン。ただいま。いやー、皆さん無事だったかい。この余裕ぶりを。貴様一体何が起こったんだ。大したことなかったよ。ポーションが何個かなくなりましたけど。何か隠してるだろう。何にもなかったって言ってるだろう。まあ不安を煽るようなことはしたくないですからね。姫様何かしたんではあるまいな。ジタンは何にもしてないよ。勘弁してくれよ。何もないと言ってるんです。ジタンに失礼ではないかしら。そうだよ。もっと言ってやれ。くっ。やいやい、皆さん無事で何よりです。本当にね。
どうかしましたか？いや、なんでもねえよ。怪しいやつではありましたけどね。ミスリルダガー盗めましたけども。盗賊の極意っていうアビリティを覚えられるんですね。攻撃力も4上がる。武器としては強いんですけど、先にこの見破るとトンズラを覚えてから持ち帰ようかな。いやーほんと、もうちょっとレベル上げてから進むべきなんですかね。なかなかにギリギリの戦いでしたので、なるべくね、レベル上げる作業とかは動画中にはね、残さずに、まあ、カットとか挟みつつやっていこうかなと思ってますけど、出口でも襲われる。まあ、こんな4人いますからね、いっぱい出てきたところで怖くありません。プリンがいますね。そして楽しそうに跳ねているケーブインプさん。プリン系はやっぱ魔法に弱いとね、決まっていますので、物理が得意な人はケーブインプ叩いてもらって、ビビアファイヤーでプリンを焼いてもらいましょうか。氷の洞窟に出てくる敵っていうこともあって、だいたいこういうところに出てくる敵ってやっぱ火に弱そうなイメージありますもんね。物理もまあ普通に通ってるっぽいですけどね。ファイヤーよく燃える。エーテル結構拾いましたからね、ビビアもっと積極的に魔法を使わせてあげてもいいかもしれないですね。まだみんなレベル4か。もうちょっと洞窟こもってレベル上げしても良さそうですけど。出口が見えてきましたね。やっと抜けられた。綺麗な景色ですね。霧の上に出られた。B も嬉しそう。青空の下が一番ですね。下が本当にどんよりしてましたもんね。あそこに村があるぜ。うん、ちっちゃい村。崖っぷちの村ですけど、なんかあの村って前に見たことあるような気が。チタンはいろんなところに行ったことがあるんですね。盗賊やってますからね。姫様のしてる世界は全て書物の中のことばっかり。チタンが知ってる村かもしれない。おい、ちょっと待てよ。ガネタ、お姫様なんだぜ。それってどういうことか分かってんの？追っ手が来てるかもしんないし、まあ、実際さっき襲ってきたやつも追ってみたいな感じではありましたけどね。姫だってことがバレたらいろいろ面倒だぜ。何を言うか、こそこそする必要などない。すぐ後ろに戻るんだからそんなことは関係ないだろう。スタイナーとしてはまあ、身元が分かってすぐに城に帰る手段があればいいやっていう感じなんでしょうけどね。姫様に対して失礼な呼び方もしている。あんたには関係ねえだろ。何様のつもりだ。偉そうにしやがって。騎士様ですよ。やめてよ。そうだよ。ちっちゃい子も見てるぞ。やめなさい。スタイナ、私は城に戻るつもりはありません。自分から城を出てるわけですからね。でも確かにガーネットだと不都合がありそう。これは何て言うんですか。ジタンが落とした。ダガー。初期装備。それくらい長さの短い刀のことをみんなダガーって呼んでるんだ。歴代のファイナルファンタジーでもよく出て、長いのショートソード、大きいのブレード、小さいのナイフ。詳しい。あ、いや、よくわかりました。あ、そう。これはダガーと言うんですね。小さくても武具、不要に扱うと危険ですぞ。危ないよ。これから私が名乗る名前は、ここでようやく名前を付けられるんですね。まあ、もともとはガーネットという名前がありますけど、うん、世を忍ぶ名前として、ダガー、なんですね。ダガーのまんまで行きましょうか。美少女ダガー。ダガーと名乗ります。これどうかしら。本当にそれでいいのかい。もっとなんか思い切った名前を付けられそうでもありますけどね。まあ、世界観を大事にしておきましょう。上等されたが、あとはその喋り方。砕けた感じになれば文句なしだ。やってみます。ちゃちゃ、そこは、ビビなら、なんて言うかな。ん？頑張る、だな。頑張るぞい。その調子だぜ。スタイナーもなんか、
気になってるみたいですけどね。そうそう、行くか。身分を隠しながら旅をしなければならない。またワールドマップですね。近くにゲートとかも見えますけど、今はちょっとまっすぐ目の前の村に行きましょうか。霧の上と下じゃ本当になんていうか雰囲気が違いますよね。村に入る前にちょっとモグオ君を呼んでセーブしとこうか。激闘の後でもありましたので、セーブするクポ。これでいいかな。ありがとうね。またいつでも呼ぶクポを断崖絶壁を滑るように去っていく。モグオ君は本当に何者なんでしょうね。とりあえず村に行きましょうか。